アルマ・コーガンアルマ・コーガンはイギリス出身の歌手である。数々の楽曲が森山かよ子、坂本九、釜谷やつら日本の歌手にカバーされた。ロンドン生まれ。10歳の時にチャリティで歌ったのをきっかけに歌手を目指す。15歳の時に芸能界に入り舞台を踏んだ後に1948年のサミー・カーンとジュールスタインが書いたミュージカル ハイボタンショー図のオーディションに合格し、コーラス隊で参加した。この時に、後の大女優であるオードリー・ヘプバーンと知り合ったという。1957年にはアメリカに進出し、エドサリバン賞にも出演した。日本では1960年代に入り、恋の記者ポッポとポケットトランジスターで有名になった。ちなみに1962年に来日を果たしている。 1966年10月26日、乱が癌のため34歳で死去した。テルアビブのファッションハウスマスキットで、イスラエルのドレスを着る、アルマ蒸気にあるオードリー・ヘプバーン以外にも、ビートルズとも接点があったという。彼女自身ビートルズの曲もカバーしていることもあるが、レコーディングには、ジョンとポールが数曲立ち会ったと言われている。シンシア・レノンの証言によると、 アルマ・コーガンとジョン・レノンは愛人関係にあったという、ありがとうございます。